どうもアンソニーです。今回の動画は10月集計セールス2023年10月に売り上げの良かったアプリゲーム上位10タイトルをランキング形式で紹介するコーナーです。それでは早速見ていきましょう。第10位ドット勇者3時のおやつと昼寝付きの冒険。9月7日にリリースされたドット勇者が11位のイーフトを僅差でかわして10位にランクイン。売り上げを支えたのは10月1日から始まった空の奇跡コラボ作品からエステル、ヨシュア、レンが登場。ピックアップ期間を2週間ごとに分けたこともあり、1ヶ月にわたって安定して売り上げを上げていました。今後もコラボ実施時にはセルラン上位に食い込んでくるかもしれないですね。第9位フェイトグランドオーダー。前月に引き続き FGO は9位にランクイン。10月15日にはリリース3000日キャンペーンとしてガチャ石30個を配布。同時に人気サーバント星5モルガンなどをピックアップしたガチャを開催。10月26日には聖杯戦線のイベントと同時に実装された星5プトレマイオスピックアップガチャで売り上げを大きく伸ばしました。周年夏イベが終わった今、年末年始の福袋までトップ10圏内をキープしたいですね。第8位ドラゴンクエストウォーク。10月12日からは4周年記念ドラゴンクエスト9イベント第5章を開始。ギガモンスターにバルボロスが登場しました。月末には新特急職守り人が登場し、英雄の槍などがピックアップされた守り人登場記念ガチャ効果で一時はセルラン2位まで売り上げを伸ばしました。4周年後半イベントが開始したにもかかわらず若干売り上げを落としてしまったのは9月にリリースされた例の位置情報ゲームの影響かもしれないですね。来月以降の順位にも注目です。第7位パズル&ドラゴンズ。トップ3常連のパズドラ、今月は少し元気がなかったようです。その中でも売り上げに貢献したのは10月9日から実施したファイナルファンタジーコラボ。今回は目玉キャラとして FF16 からクライブ、ジル、ジョシュアなどが参戦。ガチャ実装日にはセルラン1位を奪取しました。その後18日にはハロウィンイベント、27日からはサンリオキャラクターズコラボを実施しましたが、前月よりも売り上げを落とす形となってしまいました。11月はマーベルコラボが決定しているので巻き返しに期待したいですね。第6位崩壊スターレイル。10月11日に PS5 版の配信が始まったスターレイルが6位にランクイン。同日に実装された新キャラクターケイリュウは無凸でも最強クラスのアタッカーということもあり、多くのプレイヤーがガチャを引いていました。10月27日には最新のストーリーで活躍したトパーズが登場。性能は直近のキャラに比べて控えめでしたが、3日間セルラン3位以内をキープ。本ランキングでは PS5 からの課金額は含まれていないため、全てのプラットフォームを合わせればトップ3圏内も見えたかもしれませんね。第5位プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。プロセカは9月30日から3周年イベントを開催。最大70連無料ガチャなどでユーザーに還元しつつ、優勝クリスタルのみで引けるガチャでは好きな星4メンバー1人を選んで交換できるメモリアルセレクトガチャ、セレクトリストから選んだ10人のメンバーの中から最低1人が確定で登場するセレクトリストガチャリミテッドエディションを実施。クリスタルセール&記念セットも同時に実施し、売り上げを大きく伸ばしました。10月中旬からはトップ10圏外になってしまったため、最初の1週間の勢いがすごかったですね。第4位ウマ娘プリティダービー。アニメ3期が好評なウマ娘が4位にランクイン。放送に合わせてジュエルを最大6500個獲得できるログインボーナスキャンペーンを開催しています。ガチャ更新を見ていくと、10月5日はアニメ1期のダブル主人公スペシャルウィークとサイレンス鈴鹿がピックアップ、10日には候補の中から選択した2枚の SSR サポートカードの提供割合がアップするガチャ、そして19日にはエレガントな勝負服が特徴のメジロラモーヌ、月末30日には和服姿が可愛い川上プリンセスと東海帝王が登場しました。今後はアニメで活躍しているウマ娘たちも育成ウマ娘として実装されるはずなので、ガチャ更新時には注目していきたいですね。ここでトップ3発表の前に、惜しくも今月はトップ3にランクインしなかったものの、大きく売り上げを伸ばした話題のゲームを紹介します。第21位レスレリアーナのアトリエ。9月23日にリリースされたアトリエシリーズ最新作は20位前後にランクイン。まずまずの出だしかと思われましたが、10連ガチャが6000円と他のゲームと比較して割高感を感じることが話題に。
公式の第4回生放送でもネタにされるなど波紋を呼んでいました。それを受けてか10月に入ってガチャの価格改定を実施、10連ガチャが3000円で引けるようになりました。しかし優勝限定である点やレジェンドメダルと呼ばれるいわゆる天井ポイントの入手量も価格と同じく半減したため賛否の声が聞かれます。ゲーム自体の評判は上々のため、いい落としどころが見つかるといいですね。来月以降も注目です。第13位、ブルーアーカイブ。ブルアカは月末にとある科学のレールガンコラボを実施し、売り上げが倍増。作品からは三坂美琴、触法美咲、サテン類子が登場。実装翌日にはアップストアセールスランキング1位を記念して10連ガチャチケットが配布されました。ブルアカはめったにコラボイベントが実施されないのですが、書き下ろしシナリオやキャラクターのモーションなどの評判が良く、口コミでガチャを引く人が多かったみたいです。とはいえ月末に実装したコラボ効果でトップ10目前まで行くポテンシャルはすごいですね。今後も注目です。それでは続いてトップ3を発表していきます。第3位、モンスターハンターナウ。9月14日にリリースしたモンハンナウが3位にランクイン。今年リリースしたアプリでは5月のスターレイルに続いて2本目のトップ3獲得となりました。ランキングの変動を見てみると安定して上位をキープできていることが確認できます。主なゲーム内イベントでは10月6日には飛びかがちの出現率アップ、9日からは雷弱点のリオレイヤアッシュが登場。25日からは初のハロウィンイベントが実施され、期間限定装備ジャックオーヘッドが登場しました。モンハンナウはまだまだ新モンスターや新武器種の解禁が控えているので、トップ10常連タイトルになるかもしれないですね。第2位、プロ野球スピリッツエース。月末から8周年イベントを実施したプロスピが売り上げを大きく伸ばして2位にランクイン。特に目立ったのは25日から始まったダルビッシュセレクション2023ガチャ。ダルビッシュ選手がピックアップした選手12名に加え、ダルビッシュ本人が加わった計13名がピックアップされたガチャで6日間連続1位を獲得しました。加えて豪華な8週連続キャンペーンを実施して S ランク選手をたくさん獲得できたため、新規プレイヤーも増加したようです。来月以降も日本シリーズ効果などプラス要因の多いプロスピ、この勢いを維持できるか注目ですね。第1位、モンスターストライク。2位のプロスピに大差をつけて10周年が本格的に始まったモンストが1位を獲得。10月は終始モンストがセルラン1位を占拠していました。目立ったイベントを見ていくと、10月1日から始まった東京リベンジャーズコラボ、7日には新たな進化形態新獣神化が登場。15日からジョジョの奇妙な冒険との復刻コラボを開催。待望の第3部のキャラクターが実装されています。そしてとどめに超獣神祭新限定キャラマギアが実装されました。もちろん無料オーブも大量に配布していたため、無課金の方も大いに楽しめる周年イベントになっていました。ここまで10周年前夜祭イベントも派手に打ってきたので、来月以降の反動が心配ですが、今のところは大丈夫そう。圧倒的な周年パワーを見せつけたモンストが10月のセルランを制しました。ということで10月集計セールスランキングでした。いやどうですか皆さん、モンハンナウさすがですね。モンハンパワーで、まあ、位置情報ゲームやっぱりみんな課金するんですね。まあ、僕自身もですね、あんまり外には出ないんですけども、なんとモンハンナウはプレイしているということで結構ハマってます。面白いですよね。まあ、これからもねできるだけ続けていこうかなと思ってます。はい、皆さんのね動画の感想やプレイ中のアプリなどコメントでぜひ教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは様々なゲーム、アニメの最新情報をお届けしております。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それと僕のチャンネルではドラクエモンスターズ3やマリオワンダーの攻略情報をアップしているので、こちらにもぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。